ノータイムで見抜かれた？なぜ、どうして、どうやって？もう、ライダーさん強すぎよ、ほんと。きっと、独身術に違いないわ。いや、あるいは壁役がいると見た。例えばそこの家政婦！なぜ延々30分もフライパンを洗っているのか。はいはい、つまんないこと言ってないでゲームを楽しめ。そして負けに負け続け、完全なる負け犬として藤村組に逃げ帰るがいい。弟分の分際で何を言うか。変だ、負けないわよ。勝つまでやるもんね。所詮確率のゲームだもの。100回近くやれば勝ちも負けもイーブンなんだから。